徳島県鳴門総合運動公園は、徳島県鳴門市無谷町立岩にある総合公園である。施設は、徳島県が所有し、財団法人徳島県スポーツ振興財団が、指定管理者として、管理、運営を行っている。なお、東京都千代田区に本社を置く、大塚製薬が、命名権を取得しており、2007年5月から、鳴門、 大塚スポーツパークの故障を用いている。徳島県は2007年1月15日より1ヶ月間契約加減を1億円と設定して、徳島県鳴門総合運動公園の施設、命名権を募集した。2007年3月、徳島県鳴門総合運動公園の施設、命名権を東京都千代田区に本社を置く大塚製薬が取得した。 2007年5月から5年間の契約で、ナルト・大塚スポーツパークの故障を使用することとなった。また、同時に、公園内の施設についても、陸上競技場をポカリスエット・スタジアム、野球場をオロナミンシー球場、体育館をアミノバリューホール、武道館をソイ・ジョイ武道館と故障することとなった。その後、2012年3月に、徳島県は、 大塚製薬と前回と同様の条件で、命名権の契約を締結した。期間は2012年5月12日から2017年5月11日までである。なお、命名権採用後は、基本的に上記の名称を使うことになっているが、クリーンスタジアム規定が適用される、国際サッカー連盟及びアジアサッカー連盟主催。 主観サッカー国際試合で陸上競技場が使用される場合、陸上競技場のみならず、ナルト総合運動公園内のすべての施設が正式名称を使用する。ありがとうございます。